皆さんこんにちは。はい、今回なんですけれども、ポイントかけるマルキューの、オンラインダービーマルキューカップチヌの結果発表でございます。で、今回はですね、スペシャルゲストをお呼びしています。スペシャルゲストの方、どうぞお願いします。こんにちは。皆さんご存知ですかね。皆さんご存知ですか。マルキューのゆりのと申します。はい、今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、結果発表ということで、マルキューゆりのさんにお越しいただいております。で、これから結果発表していくんですけども、期間は4月の12日から5月の20日まで、39日間の長い期間での開催になりました。で、どれぐらい参加されたかって分かりますか。はい、今日と聞いてて、あ、本当ですか、聞かれてました。100応募、登録は、104名で、応募自体は143名の方が登録していただいて、ね、かなりの、はい、かなり盛り上がったみたいです。本当にたくさんの方のエントリーいただけるの本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、これから発表に移っていくんですけれども、その前にちょっとこう最近の状況じゃないですけど、この辺ではこういう風なのが告げてるよみたいなのをちょっとご紹介しようと思うんですけど、ゆりのさん自身は最近の調査って。そうですね、九州は大方の込みっていうのはちょっと終盤というか終わってる、こちらでもちょっと早いですよね。で、今年特に温暖化っていうのもあって、はい、のっこみの初動っていうんですね、チームがのっこむ時期、はい、ちょっと早かったと思うんですよね。で、比較的結構今年は、今回のこのダービー見て分かるように、もういろんなところで、はい、連れてまして、巨大サイズも上がりつつ、はい、かったです。結構コンディションもなんか全体的に見ててよかったんですけど、やっぱこの時期は比較的ああい う, こうまるっとしたことが、そうですね、やっぱりのっこみ前になるとこう、はい、餌を豊富に食べるっていうのと、浅場にやっぱり差し込ん、はい、そのチヌが差し込むっていうこともあって、なるほど、釣りやすい時期っていうイメージですけどね。実際には結構難しかった。うちの作でも結構 何十枚って誰ですけど、何枚もこうバン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 ってこう数釣ってる人もいたんで、そういう時期なのかなとも思いながら、で、実際にそのマルキューカップでも特大サイズが出つつ、枚数も出つつっていう感じになりました。で、これからちょっと順位発表に移っていきたいと思います。ポイントチャンネル。では3位から発表していきましょうかね。はい、これがまた結構熾烈な争いで、エントリーした方は結構しびれてたんじゃないかな。点刻み0コンマ何センチ刻みで結構いい勝負だったんですけど、はいはい、でね、なんか私ずっと一覧の記録を見させていただいてたんですけど、はい、年なしがですね、かなりの回枚数出てましたね。なんかもう上から何位までずっと27位まではすごいです。27位も全部50オーバーっていうとんでもない記録だったんですけど、これはでもなかなかこの中で、でも3位に輝く、いや、もうすごいですよ。はい、ちょっとじゃあ3位の方から結果発表お願いします。3位の、はい、ユーザー名トヨさん、サイズが 55.0。 おめでとうございます。すごいですね、トヨさんさん、おめでとうございます。大分県北部ということなので、多分国崎か別府か変だと思うんですけどね。3位で55センチ、やばくないですか。55センチ、私が今チヌ釣りこう、20年ぐらいやってるんですけど、やっぱりね、53を超えるとやっぱりこう釣れる難しくなっていくんですよね。なんで55までってなると、もう私も20年釣ってますけど、はい、そんなにも55になると、それぐらいじゃ難しいですね。はあ、これ3位ですか、ね、3位ですからね、この相当難しいサイズが3位ですね。すごいですね。じゃあ続いてちょっと2位も、はい、2位の方ですね、発表お願いします。2位の方、ユーザー名ゴンゴンさん、ゴンゴンさん、サイズが 56.3。 おめでとうございます、ゴンゴンさん、おめでとうございます。56.3センチ、ここはね、長崎の五島で釣られてるということで、そうなんですね、九州でその大型狙うメッカって言ったらやっぱり五島っていうのはやっぱり第一候補、あと対馬とかね、他はいろいろありますけど、はいはい、お見事だと思いますね。55センチについて 56.3、
素晴らしいですね。ね、チヌの舞台ももう本当真っ黒で実機の、ね、皆さんでも確認できるんですね、アプリで。そうですね、アプリで撮ったら多分確認できるんで、はい、よかったら見てもらいたいですね。はい、じゃあ栄えある第1位の発表に移りたいと思います。ユーザー名南本さん、サイズが 56.5 5! おめでとうございます。 0.2 センチ、あ、 0.2 センチか。すごい、この差っていうですね。そうですね、これまたちょっとでもあの丸いんですよ、めっちゃすごいグッドコンディションなシヌ。これはでももう3キロあるかもです ね、この太さ、この丸み。ちょっと写真だけじゃ上から見てるんであれですけど、で釣り場が大分県南部ですね。3位の方が北部で南部だったんで、まあ、佐伯とか釜江とか、まあ、チヌ釣りで、まあ、春のおっこみ狙うっていうと結構メジャー、メジャーといったらあれですけど、あ、なるほど、有名なエリアになると思います。いや、すごいですね。すごいです。それからね、27位の方まではもう混戦ですからね。50以上なんで、で優勝と第2位はもう 0.2 センチ、すごい勝負でした、ね、でまあ、その27位の中でも、まあ、上位3名は、ね、あの九州ですけど、はい、27位の中には神奈川県だったり、あの千葉県からも出していただいている、はい、もう日本各地で結構50オーバーっていうのは出てます ね、この39日間期間の中で、はい、すごいと思います。でもこんだけやっぱりその全国からエントリーあるってすごいですね。面白いですよね。そうですね、すごいと思います。上位3名の皆さん本当におめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいです。で他にもちょっといろんな賞があるんで、そうですね、今回あの、マルキュー賞と、はい、MSP 賞ですね、はい、それとあの応募の数が多かったので、はい、飛び賞もちょっと大きくありがたいですね、はい、これはもう上だけじゃなくてちょっとほとんど選んでいただけるのは嬉しいですね、はい、それとあとキッズ賞と、はい、とあと特別にあのちょっと私の賞も、あのゆりの賞があるんですか。ゆりの賞ちょっと、はい、少しも大きくさせていただいて、いね、もう私の賞はもう独断と偏見で、いやいやいや、はい、ちょっと選ばさせていただいて、ありがとうございます。したらじゃあどんどん発表いきましょうか、いきましょうか、はい、じゃあ先に丸九賞から、はいはい、お願いします。丸九賞もう丸九ということで、あの9位の方、はいはい、ユーザー名みたらいさんですね。みたらいさん、はい、でも9位の方でも、はい、サイズがですね 52.4。 おお、素晴らしい、すごいですよね、年なしサイズですね、これまたグッドコンディションなチームですね。次はあの長崎県の北部の高島、あ、ちょうどあの佐賀と長崎の県境のところにある、はい、島ですね。 52.4、 これもすごいですね。みたらいさん、おめでとうございます。おめでとうございます。もうどんどん行きましょう。 MSP 賞、 MSP、 ユーザー名エリーチカさん、はい、サイズが 45.0。 エリーチカさんおめでとうございます。おめでとうございます。ここの、ね、写真、まあ、魚あるんですけど、はい、あの竿曲げの写真を載せていただいて、めっちゃかっこいいですね、これは。で、まあ、釣り場鹿児島ということで、多分この竿曲げされてる奥の景色、桜島も映ってて、本当ですね、映ってますね、はい、すごいロケーションもいいですね、うん、釣れてるチヌも結構綺麗でかっこいいですね。金庫湾もね、チヌかなり多くて、あ、そうなんですか。結構ね、あのマダイとかね、タイラバとかで有名ですけど、はい、チヌもかなり多い、私も年に 1,2 回ぐらいはもう本当に金庫湾のチヌに、はい、そうなんですね。それぐらいじゃあチヌも熱いということで、熱いところですね、はい、エリーチカさん、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、じゃあキッズ賞いきましょうか。キッズ賞で、はい、おめでとうございます。これまた可愛い。そうですね、ちょっとあのキッズの方も何人か写真で応募してさせていただいててですね、ちょっとかなり悩んだんですけど、あのまずはユーザー名、はい、にーちゃん3710、サイズが 47.5。 おめでとうございます、ね、おめでとうございます。にーちゃん3710ですね、おめでとうございます。あの、まあ、選んだ理由なんですけど、はい、あの竿曲げもちろん撮ってるんですけど、はいはいはい、あの一人で取り込みまでされてるんですよ。かけて釣るだけじゃなくて、玉入れまで、玉入れもご自身で、
平戸の大きい層で行って、うん、釣られてるそうなんですけど。すごいですね。これは平戸ですか。平戸ですね。はい、大きい層で、まあ、おそらくグレとかチヌとか上物を狙って釣られてるのかなと思います。はい、いやでもこれ ね、この年で、うん、絶対できなかったですもん。ですよね。おじいちゃんに入れてもらいました。いやすごいと思います。ぜひね、賞を持ってまた親御さんと一緒にですね、ね、やっていただきたいと思います。将来がちょっと楽しみですね。はい。じゃあ続いてちょっと、あとはユリの賞ですね。ユリの賞もうこれは何ちゃうんですかね。一応3口、3口、はい、準備させていただきました。こちらですね。マルキューノさんの動画の方で先日ちょっとアップさせていただいて、ちょっとその時に私が使った内容の配合餌になります。でこれをちょっとまた使っていただいて、今からのまた楽しいチヌ釣り、夏チヌと入っていきますので、ちょっと狙っていただきたいんですが、まずは一人目いきましょう。はい、発表お願いします。はい、ユーザー名三掛けくまさん、サイズがですね 49.9 度、はい、でかいけどあと0.1 そう、ここのね、あと年なしまで1ミリ、あと 0.1 センチ、1センチですね。すごいっていうとあって、ぜひちょっと使っていただいて、はい、年なしをやってほしいということ で、あと 0.1 センチをちょっと詰めてもらうはい、はい、じゃ続いてお願いします。出ていきましょう。ユーザー名さんケイタ1056さん、サイズが 46.0 センチ、おめでとうございます。はい、これも手持ちの写真を投稿させていただいて、で、はいはい、綺麗なチヌで素敵な笑顔で、はい、ぜひということで最高ですね。これは広島の方ですね。はい、選ばさせていただきました。全国からでも最後の、はい、最後の一つ、最後のお願いします。ユーザー名さんルッキングさん、サイズが 45.0、 おめでとうございます。おめでとうございます。この方はね、もうキッズ賞の方たちかなり悩んだんですけど、はい、神奈川県の横浜の多分南部の釣り場だと思うんですけど、神奈川県から、はい、素晴らしい、ポイント3のタールを頭に巻いて手持ちの、めっちゃ可愛いんですよサングラスつけてウィーってやってくれてるんで、はい、めっちゃ嬉しい、選ばさせていただきました。ぜひこの餌持ってまた、ね、俺があれば大物間違いなし、ね、釣っていただけたらなと思います。皆さんご当選おめでとうございます。おめでとうございます。最後はですね、飛び賞がありまして、これがなんと10口ありますので、ちょっとこちらも発表していきたいと思います。飛び賞の方はもう10名の方いらっしゃいますので、こちらの方に発表させていただきます。飛び賞の方おめでとうございます。おめでとうございます。10口ありますからね。トータル、20人ぐらいいますので、そうですね、もう2割ぐらい、ぐらいの確率で当たってると思いますので、何かしらが当たるってこれ結構すごいですね。ポイントチャンネル、すいません、肝心の何もらうのっていうの忘れてました。すいません、忘れてましたまあ、1位からいった方がいいですかね。これは一番豪華な、一番豪華なんです。はい、ましょう。1位の方ですね、はい、まずこちら、これすごくないですか。トロフィー、クリスタルトロフィー、トロフィー1位の方のみ、南本さんもらえるんですね、はい、ですね56すごいかっこいいですよ。あ、でマルキューかけるポイントオンラインダービーに入ってます、はい、ってますので、とプラスで実はあるんですね。はい、こちらですね。これが結構大きいやつ、ドライバック、ドライバック、私もね愛用してるんですけど、かなり物入ります。はい、これでもうタックルはこれで全部間違いないですね、はい、これが1位の方、1位の方なんですけど、まあ、1位から3位の人にはこのチヌパワーダッシュも実は副賞としてついてきちゃうんですね、はい、ついてますので、南本さんおめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ続いて2位、2位の方ですね。で2位の方は、こちらですね。ありがたい、これめっちゃかっこいいんですよ。このエンブレム付きの真っ赤がめっちゃかっこいいんですよ。おめでとうございます。ゴンゴンさんですね、これが、はい、これプラスこっちのチヌパワーダッシュね。どんどんいきましょう。はい、サインお願いします。サイン、はい、私も愛用してます。フローティングスカリ、フローティングスカリですね。これかなり便利なんですよ。
あの、まあ、チュヌチュヌ入れるんですけど、はい、あの他の魚もね一緒に生かして、はい、これフローティングってことは水面に浮く、ね、めっちゃ使いやすいですね、はい、それは便利ですね。トヨさんですね、はい、ありがとうございます、はい、スーパーだし。続いて、マルキューショーですね。マルキューショーはあのこちらになります。はい、あのパワーチタン被尺と被尺ケースセットで新商品になるんですかね。そうですね、はい、マルキューショーは三田来さんですね。三田来さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃ続いてキッズショー、キッズショーお願いします。キッズショーはあのこちらですね、はい、はい、システムポーチですね。何かとあると便利じゃないですか。これは便利なんですよ。道具入れてもらってもいいですし、うんですね、あのクーラーとかにも入りますので、あの、例えば餌と食料を分けたいときとか。確かに匂いも移らなくていいですね。はい、使いはね、用途はいろいろ使えそうですね。試せますので、ぜひこれ使っていただいて。がキッズショーですね、はい、おめでとうございます。はい、じゃあ続いて MSP ショーですね。はい、これもあの今季春発売された2種類ですね。これを5袋ずつ太っ腹すぎですね。あのもちろん巻き絵混ぜるときに、はい、あのまあ、釣り行くときに巻き絵を混ぜるんですけど、はい、そのときに入れてもいいですし、これね、あの釣り場でその場で入れてもらっても、あ、なるほど、結構いい。追加してもらって大丈夫ってことですね。そうですね、あの魚のそれこそ活性を見ていただいて、はい、あ、特にこの私麦コーンスペシャルなんてよく使うんですけど、あの、はい、まあ、もちろん入れていくときもあるんですけど、餌取れ多いとか、はい、言っとけたらこれを入れるだけでブレンドしてあげるってことですね。あと結構硬い餌が入ってるんで、はあはあ、あの餌取り対策にもなるというバッチリってことですね。はい、あ、これが5袋ずつって、5袋ずつめっちゃ嬉しいな。はい、じゃあ続いて飛び章ですね。飛び章はじゃん、こちらです、はい、10名の方にベストタオルのブラックをですね、これはでも絶対いりますもんね。絶対いります。絶対いります。あのね、消耗品なんですよ、やっぱり ね、どうしてもやっぱ、うん、汚れたりとか使って洗って使って洗ってですもんね、なるんで、これね、やっぱもらうと嬉しい。いくらあってもいいですね、はい、これは飛び章10名の方ですね。10名の方におめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、ここまでいろいろ説明してきましたけど、残ってるのがあと1章ありますね。ゆりの章、ゆりの章があります、はい、まあ、あの一体にこちら説明したこの3種類ですね、あのもう自腹で行きますのでさっき購入してもらいました。ありがとうございます。3名の方にプレゼントということで、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、こんだけ盛り上がったマルキューのマルキューカップチヌ、全国からですねご応募いただいて、もう本当どこのエリアでも楽しめるのかなと思ったんですけど、やっぱりチヌ釣りの魅力ってそこにあるんですかね。どこでも釣れるとか、うん、まあ、誰でも釣れる、ね、まあ、子供の方もお子様もやっぱり入賞されててすごいなと思ったんですけど、うんうん、そうですね、まあ、チヌって、もう本当に都会のすぐ横で釣れたり、はい、もちろん岸壁、渚、磯、はい、まあ、いろんなところで狙えるんですよね。で特に、個人的には、はい、今からの時期がベストシーズン、ハイシーズンと思ってます。私は365日もちろん1年中ずっとチヌを飼ってるはいるんですけど、一番好きな時期は今からです。あ、その好きな理由っていうのはあるんですか、やっぱり。やっぱりね、まあ、のっこみから回復して、はい、まあ、体力も元に戻って、元気のいいチヌ、そう、あ、なるほど、よく引くし、やっぱりね、引き、はい、楽しいと、そうですね、とても、はい、次にまた行きたい、釣りたいってなってきますし、リビノさん一押しの時期になるということで、はい、でやっぱりその時期に今回プレゼントされるこの収魚剤がやっぱり役に立ってくるんですね。ちょっと使っていただいて、あの、海に出向いてもらえたらなと思います。で、ね、はい、で、なんかでもあれですよね、第2弾もあるんですよね。もちろんあるんですけど、あのね、やっぱこうやって盛り上がりましたので、ぜひ来年もマルキューカプチーノ第2弾をやってもらえると思いますので、はい、やりましょう、はい、またちょっと結果発表ができるんですね、ポイントも頑張っていきたいと思いますの で、まあ、今後もですね、まあ、マルキューの餌を使ってですね、より多くの人にやっぱりチヌ釣りを楽しんでいただきたいと思いますので、うん、まあ、もしこうなんかわからないことがあれば最寄りのポイントに行ってもらってもいいですし、まあ、ゆりなさんのインスタグラムに突撃でDM してもらってもいいかもしれないですけど、はい、まあ、なんかこうわからないことがあれば近くの、ね、分かる人に聞いてもらって、ちょっとぜひね、チヌ釣りをちょっと盛り上げてくれると思いますので、よろしくお願いいたします、ね、はい、お願いしたいと思います。
ゃあここまでちょっといろいろちょっと発表もいただいて本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ございました。またお願いします。そうですね、あの私もね結構九州各地いろいろ釣り場出向いてますので、はい、もし目が来たらお声掛けいただけたらなと思いますし、はいはい、マルキュー商品をいっぱい使っていただいていっぱいチヌをだったり、まあ、他の魚種も釣っていただけたらなと思います、はいはい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。